もう自然に自分の集中力、そして作業の効率がぐわーって上がっちゃうみたいなやり方のトップ10を紹介できればと思います。まあ、勉強ができないんだ、勉強大嫌いとか、仕事が本当に苦手で集中できなくてもういつも仕事やってるみたいな方はよく聞いてください。でぜひですね、チャンネル登録していただければすっごいありがとうございます。 Facebook のライクみたいな感じで軽くライクボタンも押していただければすっげー嬉しいです。Alright、これね、本当に僕10年以上やっててもうマジガチ確かめていて、いろんなのがあるんだけど、これをみんなに分かりやすいような順番でまとめました。なのでやっていきましょう。トップ10、これなんですけど、これは何時まで働くのかっていうのを決める、いわゆる制限をつけるっていうことなんだよね。まあ、どういうことかっていうと、例えば学生で勉強してるんだったら、この時まで宿題やれとか、この時まで大学でプレゼンテーションあるから用意してってなったら、ね、必ずその時まで終わってるわけよ。その同じ法則を自分の仕事、まあ、作業をやるとき、勉強するときに使うんですよ。だからいわゆるどういうことかっていうと、例えば僕は夜の、ね、午後7時から9時までこの作業をやりますって言ったら、それでパーンって決めて9時までには終わるっていうルールをつけ始めていくの。だからよくあるのは、仕事がいっぱい来ててメールが来ててやべえってなって、だら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 、もう本当に夜の11時とか11時半までずっと仕事をやり続けるっていう感じじゃなくて、この日は何時までに終わらせるっていう習慣をつけていくんだよ。この期限を決めて、いつまでに仕事を終わらせるっていう風になると、バババババババってもう無駄なく作業を進めることができるんだよね。で、だらだら仕事を伸ばせるっていうのは、実は僕はピンチの法則って呼んでいるんだよね。で、どういうことかというと、特別な時にものすっごい大きい仕事があって、いや本当に明日の朝にでっかいプレゼンをクライアントに見せないといけないとか、そういう時にこのピンチの法則っていうのを使って、めっちゃ楽しく集中してオーバータイムをやるわけよ。もう徹夜しちゃうとか。でもね、これは実はヘンリー・フォードが1930年代でテストしていたことで、結果がもう出てるのよ。どういうことかっていうと、このピンチの法則、まあオーバータイムをいっぱいやっちゃうっていうのは、2週間ぐらいまでには結構効率よくできるんだけど、本当に2週間毎日オーバータイムとかやっていると、バーンって不思議なように集中力が下がっちゃうの。なのでそれがまずトップ10です。 Alright、 トップ9、これは集中して作業をする時間を25分か50分、その2つだけにして作業を進めるっていうことなんだよね。え、25分50分どっちがいいの？ OK、 これちょっと微妙なんだけど、この50分の法則っていうのは、僕はエヴァン・ペーゲンさんから学んだことなんだよ。まあ彼は伝説の教育者で、インターネットを使って教育を、この働き方とかの教育を海外で進めたんだけど、10年前ぐらいかな。で、彼がやってた働き方は、50分集中して働きます、10分休憩を取ります、再度50分して働きます、一つのことをやって10分休憩取る、でまあ最後もうちょっとやりたいんだったら30分働いて30分長い休憩を取るっていうやり方なんだよね。でこれをやると、例えば50分50分30分で午前中っていう時間を作れるんだよ。だから午前中の時間は50分10分休憩、50分集中、10分休憩、30分30分休憩っていうやり方もできる。もう一つは、まあ、みんなポマドーロテクニックって聞いたことあるよね。あのトマトの目法則みたいな感じなんだけど、25分間集中して5分間休憩を取る、25分間集中して5分間休憩を取るっていうポマドーロテクニックっていうことなんだよね。だからおすすめはこれね、ルールみたいな感じで、何かをやるときは50分または25分で、僕のおすすめは、ちょっとこのピークゾーン、ピークフォーカスゾーンっていうのも今後話していくんだけど、例えばもう本当に慣れている仕事とか集中力が高い時間の時は50分、ね、慣れてる勉強とか50分集中してやっていいと思うの。でも怖い作業とか苦手な作業であるじゃん。例えばね、お金の使い方を学んでいる人だったら、自分の口座に入ってレシートを見て、どこに自分のお金を使っちゃった、あ、税金払わないととか、そういう仕事って、作業ってすごい怖いと思うんだよね。そういう時は25分とか、まあ、あとはランチの後、ね、集中力が低いランチの後とかは25分の法則を使うっていうのがいいと思います。 Alright、 でね、次がトップ8、これもね、次にフォローするんだけど、超大切で、この作業をしているときは、ね、作業を分けないで、一つのことだけをするっていうことなんだよね。
だからその50分を使うのか25分を使うのか、それは自分で選んでいいんだけど、じゃあこの50分の間一つのことをやるって言ったら別のことと混ぜないの、ね、分かりやすく説明すると、例えば、ね、勉強の場合国語を50分やるってなったら、国語をやってその50分の間に理科とか数学を混ぜないの。例えば社会人だったら、エクセルの仕事をやっているときにメールの仕事とか電話での仕事とか分けないの。エクセルの仕事だけを50分または25分間やるっていうことなんだよね。でこれなぜかというと、脳っていろんな作業によって別の集中力を使うわけよ。例えば誰かがプレゼンのイメージを作って、ね、クリエイティブの仕事をやる、まあ、歌をやる、音楽をやるとかでもいいよ。そうやって別の脳部分を使っているときに、例えば国語の勉強とか、ね、Excel の数学の入力に変えるってなると脳の別のところに使うわけよ。だからこの集中力のシフトっていうのがあって、それを自分の効率を悪くしてくるんだよね。なので自分の時間に合わせて一つのことだけをやるっていうことにフォーカスしてみてください。 All right。でトップ7が、ね、一つのことだけをやっているときに集中が途切れない環境で行うっていうことなんだよね、まあ、特に、ね、携帯をオフにする、ね、なんかエクセルの作業をやってんだったらメッセンジャーがポーンって自分のパソコンで出てこないようにする。で仕事をやっているんだったら、ある大切なことに50分かけて集中しているときは、ね、電話が鳴らないようにする。上司から声をかけられないようにする、ね、人によるんだけど、集中力のピークに出るまで、集中力ある作業をしたら10分から15分かからないと集中力が高まらないっていうデータがいっぱい出てるんだよ。なのでこのせっかく10分かけてよーっていうところにフォーカスしてるときに、ね、上司がおいとか言ったり電話がパーってなってきたり、ピーンって大切な会社とかで連絡が入ってくると、その集中力が切れちゃってフォーカスがこっちに行くわけよ。でそこで何をしないといけないんだろうとか考えて、で今大切にやろうとしてることをやってなくて、でまたそれを終わらせこっちに戻るっていうのは非常に効率が悪い働き方、まあ、時間の作業のやり方なんだよね。なのでこれは本当に、まあ、会社によって難しい場合もあるんだけど、例えば僕の会社はまあ本当にねちっちゃい会社なので、みんなにこういう旗を机の上に持ってもらってるんだよね。でこの集中するときは、まあ、25分か50分みんなタイマーをつけてるんだけど、だからタイマー見たらこの人が何分まだフォーカスしてるのかって分かるわけよ。でそこで旗が立ってるときは誰もその声をかけちゃダメっていうルールを、特に午前中とかフォーカスが高い間には僕の会社で作ったの。だから特に上司とかで自分の会社の自分の 部下とか自分の部のフォーカスを上げたい人はこれを真剣に考えるといいと思います。で勉強とかで集中力を上げたいなっていう人たちは本当に携帯とか切んないとダメだよ、ね、ほんでせっかく集中してる時に、だから数学と国語を合わせないでこういうとこも切らないとダメだからね。もう一つのことだけでお母さんとかもおい明日ランチどうするとかそんなことが起こんないように自分の環境を整えるっていうのがめっちゃくちゃこれ超でかいんだよ。でね、ちょっとこの環境を整えるとこで結構海外のシリコンバレーに働いている人たちがやっている法則は、朝メールを確認します。でその間自動のもうあらかじめクライアントとかみんなに言っとくわけよ。また2時にメール確認しますので、敷居の場合だったらこの人に電話してくださいっていう、マジそこまで自動返信メールを用意するっていう人もいるわけなんですよ。だからいろんなやり方はあると思うんだけど、この環境を、集中が切れない環境を整えるっていうのはすっごい大切なことだと思います。 All right、 次がトップ6なんだけど、これは自分のフォーカスの波がいつ来てるのかっていうことを理解することなんだよね。まあ一日の中ってやっぱりさ、起きてる時と寝てる時ってあるじゃん。同じような感じで、実は集中力が高まって低くなってまた高まって低くなるっていうこの波が実際に人間の中にはあるんだよね。だからどういうことかというと、だいたい多分 70% から 80% の人間は午前中にフォーカスのゾーンが上がってるんだよね。でもちろん夜型の人もいるんだけど、ちょっと、まあ、普通の場合の朝型の人たちは朝8時ぐらいからフォーカスが高まってくるんだよ。で9時から11時半ぐらいまでにこのピークフォーカスの時間っていうのがあるのね。もう1日の中で一番フォーカス集中力が高い時間なんだよ。
で11時半からだらだら下がってきて1時とか2時までそれが伸びていくんだけど、今度ランチを食べると砂糖が入ってきて自分の体のレベルでホルモンレベルが変わってきてちょっとだらーって眠たくなっちゃうんだよね、インスリンとかいろいろあって。でそしてそのだらーって落ち込んで、ね、昼寝したくなるなーってなって落ち込んで、でまた4時からちょっとずつ復活して5時6時7時になるとまたフォーカスが上がってきて、これが9時10時まで伸びたりするわけなんですよ。なのでこの自分のフォーカスの波がいつ来ているのかっていうことを理解することがめっちゃ大切なんだよね。で Top 5、次にやることなんだけど、それはこの1日をブロックで分けていくんですよ、ね、これは50分の法則とか25分の法則を使っていくところなんだけど、例えば僕の場合だったら、じゃあ8時から9時までは1つのブロックなんだよね。でこの9時から10時まではブロックがあって、10時から11時までもブロックがあるわけよ。なのでこの1時間、まあ、50分のフォーカスできるのが3回朝に行われるわけよ、ね、だからこの AM1 のブロック、 AM2 のブロック、 AM3 のブロックって、僕はこの1日のスケジュールを見るときにブロックで分けてるわけよ。なのでポイントは集中力が一番必要な作業をこの集中力が高いブロックに入れる。で例えばランチの後の午後とかは誰でもどうでも誰でもいつでもできる作業をするわけよ。まあ例で言うと僕の場合だったらこの YouTube のスクリプトを考えるっていうのは午後の1時のからの、ね、3時までの集中力、ランチの後の、ね、ラーメン食べた後にブーってなってる時にいいスクリプトは考えられないわけよ。なので集中力が低い時は25分とかの作業のブロックを使って、まあ、例えばコピー機の、ね、印刷 の、 あの紙を入れるとか、ね、ちょっと掃除するとかトイレの掃除するとか玄関をクリーニングするとか、そういうのをもう本当に頭の集中力を使わなくてもいい時はこの集中力が低い時のブロックに行う、ね、でも集中力が必要な時はこの朝のゾーンのブロックに入れるので、一つのやり方は朝に3つのブロックを入れて午後に2つのブロックを入れて PM、 この午後の集中力が上がっている時に2つのブロックを入れるっていうことなんだよね。正直言ってちょっとこのビデオでは時間がないので、もしこのやり方すごい興味があったらまた別のビデオでゆっくり時間かけて説明できるので、ちょっとコメントで教えていただければ幸いです。はい、Thank you so much for checking out this video. で、なんか質問があったらもう本当にコメントに気楽に教えていただければ幸いです。 Alright, I love you guys and I'll see you next week at 7 p.m. ありがとう。